あんたこれ聞いたか？栄養剤みたいなもんらしいけど、さっぱり聞かねえよ。たくさんやってらんねえよな。ギャラ上げてもらわねえと。高くつくぜ。こんなの契約になかったと思うけどな。まあ条件次第じゃ受けたっていい。撃ったよ。あんたも欲しけりゃ下の姉ちゃんに言いな。あんまり進めねえけど。やっぱりね、あなたには抗体がある。そりゃどう思ったって何の話だ。あなたが世界を救うのよ、ジェイク・ミューラまず自分を救わねえとは。何やってんだよ。バランス崩しただけ。大丈夫、私はシェリー・バーキン、アメリカ合衆。はいはいはい、悪いけど時間がねえんだ。来ねえのか。お先にどうぞ。奴らがジュアボ反政府軍の BOW。 BSAA がワンサーに来てたからそういうわけか。どちらにも干渉されずにこの国から出たいけど。あなたの仲間はみんなジュアボンになってるの。その格好じゃ狙われて当然。早く逃げましょう。映画見てるみたいだ。冗談言ってる場合じゃないの。最初に条件だけ言っとく。前金が20万ドル、終わったらもう20万。ああ、ただ BOW は別料金だ。追加で1000ドルだ、一体につき。雇いに来たんじゃないの。は？じゃあ何の用だ。血をちょうだい。赤十字の人？違うの、聞いて。さっき襲いかかってきた奴らはね、Cウイルスっていう新種のウイルスに侵されてるの。あなたと同じ注射を打ったせいで。でもあなたは変異しなかった。抗体があるからよ。今Cウイルスを使った大規模なバイオテロが計画されていて、ワクチンが必要なの。あなたが必要なの、ジェイク。あなたの血が。5000万ドルだ。え？キャッシュで1セントも負けない。5000万ドルで 500cc。
お待ちかねだったか。打って出るしかねえな。そうね、他に手はない。そんなアクロバットみたいなことできない。別の道を探すから遠くへ行かないで。安心しろ、金をもらうまでは。手を貸して。ああ、めんどくせえな。 OK。 BSAA が苦戦してるみたいね。あの橋を攻めるのは無謀だぜ。切り札の戦車が陣取ってたはずだ。橋の上の BSAA はもう生きて帰れねえ。ううん、きっと勝つ。簡単にくじけたりしないもの。逃げんのか。数が多すぎる。逃げるわよ。で、どっちへ行く？ラスリー！押し込め！ねえ、ねえ、押し込め！ねえ、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 逃げよう。なんてバカ力出しやがる。走って一か八かだ。何なんだよあいつ。私たちを追ってるの。っていうかあなたをね。オーケー、ジェイク。オーケー。見て、あそこから出ましょう。
検査を呼んだ方がいいんじゃねえか。危険ね。それにここって外よりも寒いんじゃない？ OK。片付けるしかなさそうだな。マンドルの件忘れてねえだろうな。上司を説得する。ここを生きて出られたらね。どうした化け物、フラフラだぞ。このミッション分刻みでハードになってく。でもあなたが無事でよかった。責任重大だからね。3年前南米の戦場で死にそうになった。敵に囲まれて気がつけば味方は全滅。銃はどこかに撃ちまった。相手はナイフで襲ってきた。撃つまでもないと思ったんだ。突然何の話？ナイフは痛いし血もいっぱい出る。最悪。でも俺は傭兵だ。死に方に文句は言えない。なるようになれだ。でも今回ばかりは文句があるってこと？金のために戦って死ぬのは仕方ねえ。でも訳も分からずに殺されるのは真っ平だ。あのイカれたデカブツは何者で、なんで俺を殺そうとするのか説明しろ。あいつはジュアボと同じで、シーウイルスによって作られた BOW よ。バイオテロを目論む組織、ネオアンブレラの追手なの。ネオアンブレラ？抗体を持つあなたの体を研究したいのよ。あなたを殺してでもね。傭兵やってた方がマシだな。でもあなたのことは私が守り抜く。世界を救うために。俺じゃなくて俺の血を守りたいんだ。喜んで世界を救うぞ。金さえもらえればな。オーケー。保証局のシェリー・バーキンです。シェリー・バーキンってラクーン事件の？誰からそれを？クレアだ。それじゃあなたがクリス？妹が世話になってる。隊長、あいつ反政府軍。そう、彼は傭兵です。訳あって合衆国政府が保護しましたが、 BSA の敵ではありません。金次第で敵にもなるぜ。今なんて言った？なんだ？なんでもない。司令部からアルファチームへ。放射砲が邪魔で増援部隊が着陸できないらしい。対処しろ。アルファ了解。マッタ、レーダーに未確認飛行物体を捕捉。こっちへ向かってる。隠れてろ。
を守られる立場は卒業したの。少しの間、敵を防いでいてください。もう少し時間をください。行き先は伝えた。ご協力ありがとうございます。おい、待て。どっかで会ったか。
アホ面は似たり寄ったりで見分けがつかねえな。お前いい加減に。悪かった。気をつけて。ご相談したいことが。ミューラーさんは協力に対する報酬を望んでらっしゃいます。5000万ドルです。はい、ええ、わかりました。お伝えします。それで話はついた？ついたわ、応じるって。話が早えな。おっと。ところでさ、さっきあんたにその馴れ馴れしくしてたやつ。クリスのこと？そう、そいつ。彼が何？なんでもない。今のは嫌な変化がする。ほら来るぞ。ダメだ、死んじまうぞ。お願い。知らねえからな。
なんで傷が治っちまったんだよ。いろいろあってね。あんたの血でワクチンが作れんじゃねえのか。作ろうとした。散々調べられたの。どうした？データがない。データって何の？あなたのデータよ。血液の成分や遺伝子やワクチンを作るためのデータ全部。違う。5000万ドルもらうためのデータ全部だ。ほら行くぞ。スーパーガール探すしかねえだろ。あなたに関する情報をデータチップに入れてあるの。見つけないと。この吹雪の後、金の分こき使う気だな。それじゃあデータチップを見つけ次第あそこに避難しましょう。探してるデータってのは俺に関するもんだろ。墜落の時に散らばったチップ3つあるの。それぞれのありかはレーダーで分かってるわ。オーケー、さっさと見つけようぜ。でもってはさつのコーヒーでも飲もう。雪だるまになっちまうんだけど。分かったよ。呼びに行くわ。合流地点は遠くないから。こら待て。で、生まれつきなんか、その不死身の体は。父は研究者で、ある日 BOW の一部が体内に入ったの。そばにいた私はワクチンを打って助かった。でもそのウイルスが形を変えて、それ以来ずっと体内にいる。親父さんはどうなった？
死んじゃったわ。最後にはもう見る影もないくらいに体を変異させてね。悪かったな、思い出したくなかったろ。大丈夫、おかげで大切なものを手に入れたから。ああそうだよな、スーパーパワーが。そうじゃなくて、私を助けてくれたレオンとクレアはかけがえのない友達になったの。クレアってのはさっきの男の妹なのか。ラクーンシティで命を懸けて助けてくれた。私はまだ全然ダメだけど、あんな風になりたいの。どんな悪い状況でも絶対に諦めない。悪い状況になったぞ。この寒空にお客さんだ。入れてやるわけにはいかねえが。勝負。俺は戦車の身に丈夫だよ。じゃあ平気ね。行きましょう。気をつける。これどこまで続いてるんだろう。Okay.
消えるくらスーパーガール。キーがないと進めないわ。そっと行こうぜ。超ギリギリだな。やっと出口か。この先を下ればピックアップしてもらえるわ。仲間が近くにいるの。合流地点よ。やっと見えたか。
まあ言ったよ、あんたの配ってた注射効くやつには効くんだな。へえ、あなたがウェスカージュニア？ウェスカー、誰だそれ。アルバート・ウェスカーっていう大バカがいたの。世界を滅ぼそうとした男、そいつがあなたのパパよ。なんだと？つまりあなたはその呪われた血を継いでいるってわけ。你是龙友还是好好了銃がないうちは見つからないようにしなきゃ。被験者2名が脱走、施設から外へ出すな。状況に応じて発砲も許可する。繰り返す。被験者2名が脱走、施設から外へ出すな。状況に応じて発砲も許可する。ジェイク生きてたのね。
ジェイク。ここはどこ？中国だ。分かってるけど、中国のどこ？それになぜ？さあな、どうでもいいさ。ただこれ以上の実験はごめんだ。何をされたの？いろいろとな。俺の抗体を使って C ウイルスを強化するとか言って。嘘でしょ。他に何て言ってた？聞いたことあるか、アルバート・ウェスカーって。何？知ってたんだな。奴らから聞いたよ。いろいろ。俺の親父ってのはどんなウイルスにも抗体があって、調子に乗ってその力を乱用したんだ。で最後には自分自身を化け物に変えちまったらしい。今まで親父のことは家族を捨てたろくでなしだと思ってたらとんでもない、世界滅亡を企んだ大バカだった。あなたのお父さんのやったことはあなたとは関係ない。じゃあなんで俺はここにいる？あいつの血を受け継いでるからだ。そうだろ、まさかお前本気で信じてるわけじゃないだろうな。親の因果が子に報いってことは絶対ありえないなんてさ。だって誰より思い知ってるだろう。っていうかあれだ、なんで俺がこういう男なのか、やっと腑に落ちたって感じだよ。なんだよ。いつまでも親を責めてちゃダメ。一人の人間として自分の生き方には自分で責任を持たなきゃ。私たちの無事を知らせなきゃ。どこへ行けば通信できる？すんげえな。相当金かかってんぜこの施設。びっくりね、あの狭い部屋の外がこんなに広かったなんて。聞かなくていいのか。確かに闇雲で動くわけにはいかない。連絡しとけ。読めないわ。ここに何か入れるのかしら。ジェイクなら読めるかも。メダル3枚で西、メダル10枚で東側のエリアが開くってさ。残りのメダルも集めるわけね。何されてたんだよ。いろいろ私の体内のウイルスを研究してたみたい。ラクーン事件の直後と同じよ。二度目は余計つらかった。そうか、よく耐えた。
OK。何してる？実験データを探してるの。へえ。あった。これはこれは。やった。全部ここに残ってた。上司に連絡しろよ。私です。シェリー・バーキンです。ええ、彼も無事です。とある施設に監禁されていて、中国の。本当ですか？わかりました。現在地のデータを送ります。もう中国に来てるって。よかった、助かるわ。やったな。じゃあ行こうか。完了。もうここに用はないわ。行くぞ。あいつらとは話にならねえし。そうね、もうここはうんざりだわ。わかったよ。 OK。合流地点を指示されたの。すぐ近くよ。来やがったか。捕まってろ。
仕上がる。危ない。飛ぶぞ。捕まってろ。平気か？大丈夫よ。行こう。レッドフィールドとお仲間も来たみたいだ。朝までかかるかと思ったぞ。行くぞ。オッケー。逃げんのはやめだ。腕にぶっ潰す。ぶっ潰す？どうやって？さあな、今から考えんだよ。クリスたちがヘリを攻撃してる。苦戦してるっぽい。お手本見せるか。なら対抗できそうね。誰とも接触するなって言われてるの。俺がウェスカーの息子だって知ってんのか。そんなはずないわ。なぜ。いや、神経逆なでしまっただけか。あんなごついヘリに追われたんじゃたまんねえ。1500万ドルする代物だ。テロ組織って金持ちなんだ。石油王でもラックについてるんじゃないの。石油王ね。俺の国の映画じゃ大抵黒幕はアメリカってことになってるけどな。何でもかんでもアメリカのせいにされるのよね。でも今回それはありえない。あのね、バイオテロは今まさにアメリカでも起こってるのよ。世界中が地獄行きか。それを救えるのはあなただけ。もう荷が重すぎて腰が砕けそうだぜ。分かったよ。続いても追っかけだらけだ。人気者は辛いね。見つからずに行くのは無理ね。だせ。少しは心配してくれてもいいでしょう。それくらい平気だろう。
われなくても近づかねえよ、あんなもん。今だ、シェリー。くたばってか。ええ、多分。あれは？レオン！シェリー、なんでここにいる？彼を保護しに来たの。そういえば、エージェントになったとは聞いたが。レオンこそどうして？テロの首謀者を追ってきた大統領補佐官のシモンズだ。嘘。何かの間違いよ。シモンズは私の上司なのに。あいつの部下なのか？ええ、今から会いに行くところよ。やつは今どこだ？教えてくれ。ジェイク。ここは私に任せて。俺、誰とも接触するなって命令されてるんじゃなかったのか？レオンだけは別よ。私をラクーンシティから助けてくれたの。まあいいだろう。危ない！その気持ち、そのうち慣れるさ。腕に気をつけて。おい、反対も、こっちだぞ。直せるかもしれない。シェリー、運転席に。ええ。了解。
けるぞ。了解。言ってるのかと思った。ちげえよって言ったところでどうにもならねえ。行くまで絶対に。おい、あいつがお前の言ってた英雄なら大丈夫だ。行こう。そうね、急ぎましょう。あの河口の先がクーチェンよ。よし、行こう。シモンズのことが心配か。大丈夫だよ、行こう。全然
水面が光ったみたいなんだけど。何だったんだよ。わからないけど、誰かが助けてくれたのは確かね。もう少しで待ち合わせの場所よ。タイタニック並みの船旅だった。しまった！下に！急ぎます。なんだ、また上司かよ。今のとこはじゃあ行こうぜ。レオンの言ったことが本当だったら、一人で逃げて、たとえ何があってもね。ねえ、約束して。分かった。今すぐこの二人を捕まえてくれ。あなたがテロに関与しているというのは本当ですか？なんだ、君まで奴らに戯言を吹き込まれたのか。答えてください。アメリカのため、ひいては世界の安定のためだ。大統領を殺したことがアメリカのためか。大統領が死んだ。そうなんだよ、レオンのせいでな。どこまで卑怯なの。片付けろ。まだ使える。たく無茶しやがって。でこの先どうすんだ、英雄さんよ。あのドアまで走れるか。戦わないのか。お前はシェリーを守ってくれ。早く出てこい、私も忙しいんだ。二人はどうするの。シモンズを片付ける。これにシモンズの欲しがってる情報が入ってる。シーウィリスを止める方法。ありがとう。FOS に二人の保護を頼んだから。さあ、行け！早く逃げて！嫌なこった。
忘れた。ごめんなさい。私がシモンズの嘘を見抜けなかったせいでこんなことに。全部私のせいよ。違う。命令に従っただけだろ。お前は間違っちゃいない。ワクチンを作って世界を救おうとしてたんだ。やっぱり武器を取られてる。ジェイク、私たちの武器を。さあ、どうやっていくんだ。オーケー。頑張れ。どうも。そいつでドア壊して戻ってこい。やるじゃねえか。見直した。わかったよ。電力を遮断。エレベーターを使うには予備バッテリーを起動してください。予備バッテリー、どこにあんだ。探すしかないわね。わかったよ。第一予備バッテリー起動。電力 25% 供給。第一って一つじゃねえのかよ。OK。 面倒だけどここから行くしかねえか。ここ以外に道はないの。仕方ないか。第二予備バッテリー起動。電力 50% 供給。
半分だ。オーケー。ジェイク。オーケー。第三予備バッテリー起動。電力 75% 供給。あと少しね。分かったよ。無事でよかった。あなたたちが助けてくれたの。さすがは正義の味方だな。親父に似てるな。どうしてここが。ちょっと待った。知ってるのか。ああ、知ってた。俺が殺したんだ。お前が。ああそうだ。隊長、飼い犬には首輪つけとけよ。俺と彼の問題だ。撃ちたかったら撃っていい。当然の権利だ。ただし君は絶対に生き延びろ。生きて世界を救え。どの面下げて俺に命令してんだ。やめて。今すぐ銃を下ろせ。一つ聞く。殺したのは上の命令か、あんたの意思か。両方だ。
3秒以内に下ろさないと頭をぶち抜くぞ。銃を下ろして。早く。やめて。今はこんなことしてる場合じゃねえからな、あんたも俺も。逃げないと。ジェイク、分かってる。ねえ、エレベーターがある。あれに乗って逃げましょう。急いで。なんだこれ。世界の終わり。放っておけばな。つまりこの大きなさなぎが目を覚ましたな。見ての通り。やばそうだ。ここを出て HQ に知らせないと。こっちだ、早く来い。こっちだ。あそこまで無茶することないでしょう。レシカーは何そうだった。隊長は世界の平和を守ったんです。だがあいつは息子だ。知る権利がある。待ってて、隊長の下にいるとハラハラさせられる話なんだけど。俺のパートナーじゃない人間はみんなそう言うよ。とにかく俺は逃げ切ることを考えよう。やっちゃー。チェイク、聞いて。説教は後でしょ。ここを出るんだ。私はまだ何か信じられたらクリスと話して武器は持たずにね。俺の身に口出す。今あいつのことも親父のことも考えたら、その件はここを出てから上に来るから。信念かけて戦ってる奴らを邪魔できねえだろ。ジェイク、お前の言った通りだ。俺は親父とは違う。何が何でもそれを証明してやる。ここを抜け出して世界を救うぞ。そうね、行きましょう。急ぐぞ、もう回り道はなしだ。早く出ましょう。わかったよ。
はここまでだ。かかってこい、ブサイクなクソ野郎。先祖その程度で、援護する。お、搬出口があるかもしれねえぞ。ええ、分かったよ。すごいスピード。
操縦もクソもねえのか。このクソ野郎、まだゴリレーの感全く。急いで前に進むしかないわ。いい加減空気読めよ。ジェイク進んで。採取された血液はネオ・アンブレラでの半年にわたる実験データとともに国連へ引き渡された。これを機に事態は収束へと向かっていった。ジェイクがアルバート・ウェスカーの息子であることは BSAA の判断により機密扱いとなった。その影響の大きさを懸念してのことだ。どうも。